宿の赤富士って店行くんですよ、うんうん、まあ、実際後で知ってくんですけど、その赤富士はその当時あのこの去年亡くなったビビアン・ウェストウッドとマルコン・マクラーレン2人とも亡くなっちゃいましたけど、うん、彼らがロンドン以外で唯一契約して送ってた。あ、そうだったんですか。だから東京のパンクのファッションが早かったんで、その後も足しげくもそこにしょっちゅう通うようになって、すごい原宿渋谷系の原点みたいな感じなのかな。うん、というかもうだからパンクそこに行くととにかくあの詳しいから、はい、あのお姉さんとか、はい、あのパンク好きなのなんて言われて、うん、でパンク、うんうん、そういう格好してるしさ、うん、かっこいいなと思ってその子に関してもその人に関してもドキドキしてる一面があるんですけど、あのちょっと可愛いしやっぱりマヌカン、ハウスマヌカンって言葉ないけど、うん、そのブティックのお姉さんがこう、うんうん、少年だよね、うん、それがさ、はいみたいな感じでなんかさ、かわいい。でそうするとさ、それしょっちゅう言ってるとさ、買えない、全部買えないけど、うん、もうただ服を見てるだけでいるんだけど、うん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 、そうするとさ、プラスチックスのあのボーカルの2人、うん、プラスティックスでバンド、はい、あのボーカルの中西俊ちゃん、後に僕一緒にいろいろやるんだけど、はい、その彼もあのとちかさんも、まだねレコードも全然出してプラスティックスも全然デビューしてないんだけど、テレビとか雑誌で見てて知ってたわけ、うん、あのプラスティックスっていう名前かどうかはともかく、そのあの2人はパンクの服いつも着て出てるわけですよ、うん、でいつもいるのよその二人が暇なんか何するわけでもなくダメって、で、そしたらさ、店の人にさ、あの二人って誰って一応聞いたら、いや同じような感じで、まだ高一で、俺11月生まれだから高一でもまだ16になってない、15かそこらでさ、もうまださ、そんな少年がさ聞くわけですよ、したら、いやあの2人はトシとチカって言ってたかな、まあ、とにかくプラスティックスでバンドやってて、今度ここでやるから見に行けばっていうフライヤーがそれか見せられたのが原宿のシネマクラブっていうお店で、後にモンクベリーズってクラブになったり、そこで俺 DJ やったりもライブもやったりするんですけど、ただそのチラシ見たら午後10時か11時ぐらいからと書いてあってそれ行けるわけねえじゃんみたいなさ、そうそう、高一だし寿司だし無理ってなって、で行けなかった。もう77年ぐらいにそこでやるって、あのパンクバンドとして出るって書いてあったんだけど、いやもうこれは無理だってなってで諦めてって、そうこうしてる、まあその頃もうとっくに力さんたちの音楽は聞いてたんだけど、屋根裏とかライブハウスにはまだ行ってなかったのね、うん、多分ね、なんでそしたら ある時そのだんだんその77次の年だったかな、あその年か、学校に一人ロック少年が転校してくんですよ、うん、どっかの学校クビになった、うん、でそいつがもうデビッドボーイみたいな髪型でチャラチャラした感じ、おこんなやつがいるんだみたいな感じで見てて、で、ね、チャラチャラしてるのが来て、それが玉垣満くんって言って、彼も数年前亡くなってしまったんですけど、ノンバンドって、最後はノンバンドってバンドでドラム叩いてて、で玉垣くんっていうのがそう、もうほんと美少年で、で彼と、まあ、僕もパンクっぽい格好もうその子してたから、なんとなく仲良くなって、そういうのはあんまりいないから、うん、で彼にいろいろ連れ回されてあっちこっち行くんですよ。で彼の家が蒲田だったから、帰らなかったらうち泊まんないよって言われたりして、で彼のうちでいろいろそれこそレコード、ニューヨーク、ルーリードとかあんま聞いたことなかったから、うんうん、これが元だよみたいな感じ、デビッド・ボーイにしろ、ルーリード、ニューヨークドールズ、果てはルージュとか、うん、ウォーカー・コリンズとか、そういうのも全部教えてくれて、かっこいいっすねみたいな感じでそういうのを、で2つ年上ぐらいの先輩なんだけど、うんうん、それでいろいろ教えてもらって、で彼、玉垣くんがいろいろあのね、新宿のローリングストーンっていう、ロック喫茶初めて行った時、爆音でロックかかってて、うわいいなと思って、ディスコ、まだディスコとか行く前で、うんうん、でかい音でロック聞くことってあんまなかったから、うんうん、レコードうわーと思って、でその16かか6でしょ、もうその頃も調子に乗ってちょっと酔っ払っちゃったもんだから、調子ぶっこいってなんか椅子の上乗っかってこんなになって自分もなんかこうポンポン飛び跳ねて、全然怒られなかったけど子供だよね、子供は酔っ払って飛び跳ねてそうそう新宿でそうそうそう、あれは忘れらんないな、なんかニューヨークドールズかなんかもかかっちゃってうわーみたいになっちゃって、
それを忘れられないですね。70それが7年ぐらいですかね。でその彼に、この彼は実は久保田春夫ギタリストですけど、今久保田春夫とバンドやったりとかもかつその前にしてたから、今度久保田春夫ってやつが自分のバンドでボーカルで出るバンドがあるから、それ一緒に見に行こうぜって言われて行ったのがライブ初めて見たのかな、日本のバンド。それはねスレイブってバンドなんですよ。あんまり誰も知らないと思うんです。久保田くんが、いや久保田春夫がね、それを見てんの、見てんの君ぐらいだよみたいな感じで言う、あの口調で言うんだけど、そう、それを見に行ったのよ。アトリエフォンテーヌってとこ行ったんですよ、あの六本木の方にあるね、あの普段は演劇とかでやると、大体その頃、まあ聞いていくと大体みんなそういうライブハウスがまだ出させてくんないのよね、バンド。あんまりそれこそだってロフトだってあったけど、ロフトはさあの頃でいうニューミュージック系まあ、吉高さんとか、あのティンパンアレーとか矢野さんとか、そういった人、ロックンロールバンドみたいなものって割と阻害されて、屋根裏がギリギリやっぱり皆さん出してくれてたみたいだけど、だからでもほらアマチュアっぽいバンドってなかなかね出らんない。だからそういうとこ借りたりとか、目黒なんちゃらみたいな公開とか借りてやるみたいな、さそういう時代だったらしくて、で俺はそのでアトリエフォンテーヌって見に行ったら、そう、あ、かっこいいなと思って、そのバンドはね覚えてるよ。久保田くんがね、一番初にね、ロッキングオンの岩谷博って人が出てきてね、埋設するんですよ。でだから後から聞くと、その岩谷博って人に影響を受けてる人すごい多いね。へー、うん、グラム、デビッドボーイとか好きだった人で、うんうん、割と、なんだろう、分析型でなんですけど、そっから入る人すごい多い、聞いていくと。これも亡くなっちゃった ECD って俺、年近いラッパーとかに、彼ももともとロック少年だったんだけど、はい、その彼も、ね、そっちなんだよ。ふざけた話、あれ架空インタビューとかじゃん、はい、あの嘘じゃん、嘘だから、だからさ俺さ、ロッキングオンがいいってみんな言って、その頃やっぱロック少年、みんなちょっと頭でっかち系、文学青年系はみんな読むみたいな雰囲気で見てたけど、面白い、写真も少ないしだからあんまりちゃんと読み込む、買ったんだけど、うん、別にって、あんまりそのなんか本当のインタビューじゃねえしみたいな感じだったからピンとこなくて、けど割とみんなピンときてる人、久保田春夫とかもその岩谷さんにとこでなんか劇団やってたところの音楽をやったりとかしてて、うん、その関係もあって出てきて、でも久保田、まあそれは置いといても、久保田春夫はなんか出てきてボーカルやってて、その頃ギターじゃないんだよ追憶歌うんだよ、バーブラ・ストライザンドピアノの人に一緒になんか笑ってる人も、もういいでもそれめっちゃ化粧してでもね、あ、いいなと思って、かっこいいなと思って、でそれからライブ、あ、やっぱライブ面白いな、ほら日本のバンドって僕テレビでしか見たことなかったから、ああこういうのあるんだと思って、でそれこそ春穂もそれで、まあ、見たら九段会館に行ったらあれってなったけど、でそれもっとこういうのないのかなと思ってたら、その玉垣くんっていうのが、あの昔ベニトカゲってバンドがいて、今度キーボード入って雰囲気変わったから絶対かっこよくなってる、あとニューヨークから、ニューヨークに行ってて帰ってきたバンドがすごい良くなってるらしいから、それ見に行こうぜって、それが東京ロッカーズっていうのはまだ名前なかったけど、六本木に SKN スタジオっていうのをオープンして、それが78年の5月なんですけど、そこ見に行くんですよ。それがベニトカゲとフリクションとミラーズとかミスターカイとスピードってバンド、それ見たら、そのベニトカゲとフリクションすごいかっこよくてまずはどっちもすげえと思って、びっくりして、でそこが毎週毎週日曜日500円ぐらいで、安い500円で5バンドぐらい出て、で最初の日はパンパンだったんだけど、行くうちに客20人ぐらいしかいないんですよ下手したら10人とかすごい少ないわけでめっちゃ話長くてごめん、ね、それで俺結構しょっちゅう行ってたから顔覚えられるじゃんなのそんな20人か10人しかいないとこだったら絶対また来てるぐらいな感じで、それで、で俺もそこそこもうその頃もう洋服大好きやったから、パンクもうバリバリで、パンクっていうかもうパンク終わってたから、若干パンクすぎない程度にニューウェーブっぽい格好して見に行ったりしてた、そしたら結構誰だみたいな雰囲気になってたっぽいからそれしたら、あの若いしさ、たらなんかある時同じ学、その文化学院って学校にいた女の子が声かけてきて、ね、見に来てるでしょよくって言って、あ、はいみたいな感じで、で今度今私のボーイフレンドがペインってバンドでギター弾いてたんだけど、そのペインってバンドで鳥岳さんがやってるバンドだったんだけど、はい、
解散したんだけど、このペインが本当はそのゴジラレコードと、ゴジラレコードっていうその自主制作のレベルでもうレコーディングする流れになってんだけど、なくなっちゃったんで、新しいバンド作りたいんだけどボーカリストがいないから、なんかそういうのやりそうな雰囲気に見えるから、うち来ないみたいな話で来て、で実際もうその頃そういうのやりたかったから、あ、それはもう渡りに船って言い方あっていいのか分かんないですけど、いやいやもうぜひみたいな感じで、それで荻窪のその彼のそのモジャっていう人なんですけど、その人がね、これもおかしいんですよ、もともとね梅雨前線でバンドいたんですよ。多分ね知ってる人は全然レコードデビューしてないんですけど、梅雨前線ってバンドにいた人で、すごい名前ですね。そうそうそう。でその人が大体みんななんかそういう村八部とかの時代だからさ、漢字の名前多いみたいで、梅雨前線ってバンドにいた人で、でそれで、ああどうもみたいな、その梅雨前線っていうのは名前しか知らないけど、なんか確かにニューミュージックマガジンとか名前出てたっていうのは、なんか玉垣君から教えてもらったりする、あそうなんだと思って。でまあそれで、で俺はほらちょこっとフォークギターとかもやってたから、うん、あじゃあ一緒になんかやろうかっつって、うん、じゃあちょっとギター弾いて歌歌ってみとか言って、じゃんじゃじゃじゃんじゃん何でもいいからって言ってもらってやってたら、あもうギターいいからボーカルだけやるやって、早い決断早い、決断早い。でもそしたらもうでもとにかく歌ってよってなってでもう次の週ぐらいにもレコーディングも入るから、曲できてるから、もうリハもしないかなんかでもうレコーディングしたのかな、 SK スタジオでいきなり、うん、曲あるからっつって詩書いてきてって言われてでそれがさっき言ったフレッシュってバンド、話長くてすいません、ね、いやいやいや